皆さんこんにちは。ウィンターライブ2021のラジオ番組第2回が始まります。第2回のパーソナリティは私市橋彩と市橋みなみと17ジョンでお送りいたします。さて、もう皆さんもこのラジオの名前を覚えていただけましたか？はい、ジョンさん。忘れました。はい、もう困りました。困っちゃった。じゃあもう、あやちゃん、もう、はい、お願いします。もう任せろ。シナプステーション。はい。ですよ、ジョンさん。そうでした。はい、素晴らしい。さすが国民的彼氏。国民的彼氏。皆さんも、しっかり覚えてくださいね。ジョンさんも、よろ。肝に銘じます。そういえば、1日目の放送もいい演奏がめちゃめちゃあったよね。ね、いっぱいやりました。皆さんも1日目の放送聞いていただけましたか？本日もたくさんのバンドが出演しますので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。それでは本日も合計9バンドが出演します。私たちとの掛け合いがあったりバンド紹介があったりもしますので、ぜひお楽しみに。私も今日はどんなバンドがあるのかとっても楽しみです。ハッシュタグシナプステーションで感想をツイートしてくれると嬉しいです。それでは盛り上がってまいりましょう。シナプステーション2日目開幕です。みんな2021年の目標はありますか？早寝早起きです。猫背を直す2年目。あ、早寝早起き3年目。うわ負けた。もっと上がいた。え、あやは？あやちゃんは？私はガチャガチャ巡りしたい。ガチャガチャ巡り。そう。何年目？ガチャガチャ巡りは4年目。あ、そんな。絶対持ってるね。みんな変わんないね。みんな。毎年同じ目標なんだね。みんな。何年間も全然達成できないんだね、みんな。まあ、ガチャガチャは、そのガチャガチャ巡りっていうのは、そう、なんかやっぱその時その時で出会いが違うから、永遠の目標って感じ。なるほどね。すごい。いろんなガチャガチャを回して歩くっていう感じ。そうです。回しては満足して、回しては満足して、いい暮らしだね。そういうことっすね。今。なんかこんなガチャガチャ回したいみたいな、これ探してますみたいなのあるんですか？いいこと聞きますね。ジョンさんは。あ、いいことあるんですよ、それが。あるんだ。そう、今なんかたべっ子動物のあのポーチのガチャガチャを探してるんですけど。たべっ子動物のポーチ、マジで本当にもうどこにもないから、これを聞いてる皆さん、情報を教えてください。ぜひ教えてあげてください。お願いします。可愛いんだよね。めちゃめちゃ可愛い。食べっ子動物か。そう、なんか食べっ子動物のパッケージの柄のポーチ。そうそう。なんかいろんなキャラクターが。そんなのあるんだ。いる。ポーチですよね。めっちゃ欲しい。じゃあ見つけた方は私たちの代わりに回しといてください。お願いします。お願いします。お願いします。食べっ子動物って鳥何種類いますか？鳥、食べっ子動物確か4種類くらいだった気がしますね。そんないたっけ？え、
4種類ってことは、え、4種類の鳥ってことは鎧り無理やりすぎる。4種類の鳥、鎧りだ。無理やりすぎる。鎧り、え、鎧りにも程があるよね。無理やりにも程がある、うん、鎧りといえば、言えばこの後出演するバンド、噂には聞いてました。よりどりよどりというバンドがいらっしゃるみたいです。そうですね。どんなバンドなんでしょうかね。4人らしいですよ。4世ってことですか。そう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 。へえ。4世のバンドはね、今回のインターライブではそんなに多くないというか、まあ、数少ない4世バンドなんでね、うん、皆さんもぜひ注目して聴いていただけたらなと思います。そうですね、うん、いいですね、はい、あとはスイカバーっていうバンドもいらっしゃいます。スイカバー、スイカバー、今回歌っていただく歌は噂に聞くと夏の歌らしいですよ。なるほど。え、じゃあ一足早く夏を楽しめるってことだね。まさに。待って、まだ1月だよ。こんな早くな、1月でも夏を楽しめちゃうってことだよ。そんなことあっていい、 いの？すごいいんです。いいんですか。いいんです。いいんですか。いいんです。皆さんもぜひ夏をね、味わっていただけたらというふうに思います。はい。そしてそして、花の思いというバンドもいらっしゃいます。はい。花の思いも、お、5世で、うん、5世もなかなか珍しいというか。確かに。そうですね。花の思いが5世ってことは、今回のバンドはみんな人数が違うんですね。あ、そうですね。はい、もう着眼点が違う。いいところに気がつきましたね。国民的。国民的彼氏。すごいな。ということでね、人数の違いでそれぞれいろいろな雰囲気を楽しめると思います。ね、うん。そんなこんなで、花の思いは、世界の約束、月のワルツ、そしてそしてスイカバーは天平の歌、そしてそしてよりどりよどりで366日という歌を皆さん歌ってくれるみたいです。すごい楽しみ。楽しみですね。楽しみですね。はい。演奏をお聴きいただく前に、花の思いからバンド紹介が届いております。続けてお聞きください。せーの、どうぞ。私たちは3年同期バンド、花の思いです。最近はちょっと不思議な3拍子系バンドになりつつあります。そういえば私たち、今年衣装を新調したんですよね。そうなんですよ。本当は生で皆さんにお披露目したいんですけどね。そうですね。まあその時を楽しみに、今はステイホーム頑張りましょう。今回私たちがお送りしますのは、おなじみの世界の約束、そして新曲月のワルツという曲です。はい。この新曲の月のワルツも三拍子なんですが、テンポが速くてとってもおしゃれな曲に仕上がってます。皆さんぜひ楽しんでください。皆様に少しでも楽しい気分になっていただけたら嬉しいです。不思議なことが起きるよ。
気が消えてる場合はいかがるとテーブルは青ばっかなキノコの傘のロールルルルリが始まるルルルルあなたはどこにいるの時間の国の迷子Thank you.
つまでも生きて。
人、すべて捧げた人は、もう二度と戻れなくても、今はただあなた、あなたのことだけで、あなたのことばかり。花の思い、スイカバー、よりどりよどりの演奏をお聴きいただきました。皆さん素敵でしたね、はい。全部パーカスなくて、すごい、それぞれ雰囲気が。なんかね、はい。やっぱ人数違うから、全部それぞれ良さがいろいろありましたね。ああ、そうだね。人数違うと雰囲気がまたいろいろ変わってくるんだね。そうだね。違うね。スイカバーはその何6声パーカスなしで6人なんで6声だからまた他のバンドとは違う厚みみたいなのがあったんじゃないかなっていうふうに思います。と女性リードと男性リードのその掛け合いみたいなのがよかったね。そうですね。続いての演奏に参りますか。はい、参りますか。参りましょう。あ、最近みんな何してるんですか。そう、最近鍋をしたんですよ。あー、いい、めちゃめちゃいい。寒いんでね。でその鍋がキノコをねたくさん入れようってなって、あんまりお肉とかはあんまり入れないで、キノコをしめじ、えのき、エリンギ、まいたけ、しいたけみたいな感じで、たくさんキノコ入れる感じの鍋にしたんですけど、すごい美味しそう。最初最高ですね。肉がちょっと少なめだったんで、これ満足できるかなってちょっとみんな不安ではあったんですけど、それが食べてみたら大満足。うわキノコのねお出汁が、旨味が食べたい、たくさん出て、舞茸か、舞茸がすごく美味しくって、そう、舞茸がすっごく美味しくって、舞茸じゃなくて舞茸。え、舞茸、舞茸じゃないの、舞茸。ええ、え、みんな舞茸、舞茸、そっか、舞茸、そっか、じゃあ舞茸にします。じゃあ私は舞茸にします。あ、じゃあ私は舞茸にします。わかりました。じゃあ頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。さてさて、次に歌っていただくバンドの紹介をしましょうか。はい、はい、次はトレイユと、ファミリアと、グルグル。おー、え、ソレイユってめっちゃ名前おしゃれだよね。めちゃめちゃおしゃれで、ファミリアかっこいいね。めちゃめちゃかっこいい。え、グルグルもめっちゃかっこいいね。めっちゃかっこいい。ええ、ちょっと待って、何、待って待って、これ3バンドともさ名前めちゃめちゃかっこよくない？はい、着眼点が違う。はい、国民的彼氏。国民的。まあ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 。そうなんですよ。今回このクールはもうね、なんと全部名前がね
かっこいいの。そうなんだ、かっこいいんだ。本当にかっこいい、みんな。ソレイユ、ファミリア、グルグル、しびれますね。しびれちゃう、本当に。それぞれ今回何を歌ってくれるんだろうね。確かに。ソレイユは宿命、はいはいはい。ファミリアはオリオン、グルグルはストロー。え、もしかしてですけど、え、共通点はかっこいい。はい。もう着眼点が違うのよ。もうやられました。もうね、本当にその通りなのよ。そうなんだ。え、本当に、だって見てみ、ほら、まあ、全部かっこいい。宿命、オリオン、ストロー。ああ、どうよこのラインナップ。なるほど。最高ですね。眩しいね、キラキラして。もう眩しすぎる。やっぱそれはソレイユが太陽って意味だからじゃないですか。あ、ソレイユって太陽って意味なんだ。そうなんだ。だから眩しく感じちゃうみたいな。が国民的彼氏。どうもどうも。いろんな言語もわかるんだね。まあ任せてください。まあ眩しい、眩しいところで、ソレイユからバンド紹介が来ております。おお、まあ、眩しい中でお聞きください。せーの、どうぞ。こんにちは。私たちは2年生同期ギャルバン、ソレイユです。イエーイ、イエーイ。聞いてくださる方々の背中を押せるような応援ソングを歌っています。はい、じゃあまずメンバー紹介します。最近お昼寝が止まらないリードのまこです。はい、毎日平和に来ております、トップのようこです。パン屋のバイト頑張ってます、セカンドのまっつんです。毎日が夏休み最後の非常態、サードのゆんなです。最近声が高くなっちゃったベースのゆきです。ファミマのスフレプリンが好きです、パーカスの高見菜です。イエイ、あーイエイ、チパチパチ。いや、最近でもほんとコンビニスイーツやばいよね。そう、めっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しい、うん、え、私もセブンのモンブラン今めっちゃハマってて、え、めっちゃ美味しいから食べて、ぜひ。モンブラン絶対美味しいわ。でもほんとにクリームたっぷりなんよ、もうスポンジどこみたいな。セブンね、セブンすごいわほんと。セブンは美味しいよね。うん、え、今さ、なんかシュークリームもほらめっちゃ、あ、めっちゃ話題だよね。ドラマのやつ、あ、ドラマのやつね。そう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 、ツイッターでめっちゃ見たわ。この前行ったらめっちゃ売っててさ、うんうん、え、あれも食べたい、食べたい、食べたいかな。やばい、ちゃん。この感じが懐かしすぎて。確かに。いつもね、練習の時こんな感じでずっとね、おしゃべりしてたもんね、ゆるく。ゆるゆる懐かしい。それが好きだったんだけど。全然練習してなかった。すぐ脱線しちゃうから。楽しいね。はい、じゃあそんなわけで、今回私たちが歌う曲は、オフィシャルヒゲダンディズムで宿命です。え、これいつから練習してたっけ。あ、え、いつだろう。いつだ、年明けぐらいじゃない。だめっちゃ前だね。めっちゃ前だね。やばいわ。うん、やばいね。やばいわ。一年はやばい。時経つの早すぎる。もう早くみんなにめっちゃ会いたい。ね、みんなと会って歌いたい。歌いたい。まあ、とりあえず今ね、オンラインの環境がね、整ってるからさ、みんなでオンラインで歌っちゃいましょうか。あ、そうだね。今日はオンラインで歌っちゃおうか。はい、じゃあそれではお聴きください。せーの、どうぞ。
臓から溢れ出した声で歌うメロディー振り向いた未来君から溢れ出した声と合わさって響いた群青の空の下夢じゃない夢じゃない涙の足跡嘘じゃない嘘じゃない泥だらけの笑顔夢じゃない夢じゃない肩を組んで叫びたい僕らの僕らを支配するそんなものに負けてたまるかと今宿命ってやつを出して暴れ僕を困らせた。それでまだ歩いて行けること
気にしないでって嘆いたこと泣いていたこと連れた袖の糸を引っ張ってふっと星座を作ってみたんだ。お互いの指をはしとしてそれはひどくでたらめ僕ら笑い合えたんだ。そこにあなたがいてくれたならそれであるように
3バンドとも本当にかっこいい演奏でしたね。かっこよかった。かっこよかった。かっこよかった、うん、それではここで私たちも自己紹介したいと思います。イエーイイエーイ。私たちはラジオパーソナリティ2日目のせーのあやちゃんです。あやちゃんです。イエーイ。それではメンバー紹介します。最近カノエコーの YouTube チャンネルに目がない18のあやです。最近キノコに目がない17のジョンです。最近かまいたち濱家さんに目がない18みなみです。イエーイイエーイ。かっこいい自己紹介だね。ね、そうだね。後半もあやちゃんず3人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。シナプス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 。はい、それでは続いて歌っていただくバンドを紹介したいと思います。次に歌っていただくのは、千日紅、それから草原アンニョン、それから小指の3バンドでございます。奥日紅の皆さんは何を歌ってくれ、ね、ん違うよ。何が違う。なゆた日紅でしょ。なゆた日紅違う。あ、そうだったっけ。いや、なゆた日光だって。違う。あ、違う。千か。千日光。あ、数間違い。またやっちゃったわ。千、はい。大変失礼いたしました。数間違い。失礼いたしました。千日光ですね。千。はい。ちゃんと覚えてください。パーソナリティなんで。はい。そして、そして、草原ナマステの皆さん。ねえ。また間違えてるよ、あやちゃん。え？マジ？草原。え？草原ズドラストビチェだよ。間違えてる。え？草原ズドラストビチェ？うん。あ、そっちだったっけ？あれ。あれ。違う。違う。違います。草原アンニョンです。アンニョンだったわ。国間違い。国間違い。国間違い。またやっちゃったよ。国間違い。大変失礼いたしました。覚えてください。パーソナリティなんで。はい。2回目よ。やばい。やばい。やばいよ。肝に銘じる。はい。草原アンニョンの皆さんは最後の雨っていう歌を歌ってくれるみたいですね。そして親指の皆さんは何を歌ってくれるんでしたっけ。ねえ、ちょっとさ、またね、もうさ3回目だよ。3回目また間違えてる私。うん、嘘。人差し指第二関節じゃん。人差し指第二関節全然違う、うん、マジ。もう3回目だよ。いや、あなたも3回目。え、あれ、小指ね。小指。え、小指か。小指か。小指です。指間違いだ。指間違えた。指間違いか。え、あ、ここカットできますか。使います。うわ、本当にすみませんでした。大変失礼いたしました。小指の皆さんは今咲き誇る花たちを歌ってくれるみたいですね。シナプステンション
さて本日は出演バンドからゲストをお呼びしております。なんだって。それでは登場して嬉しい。それではそれでは登場していただきましょう。さよさんです。イエーイイエーイ。来た、はい、来た来た。千日港から来ました。めっちゃ来た。千日港から来ました。めっちゃ来た。はい、18の松岡さよです。よろしくお願いします。ようこそ、はい、よろしくお願いします。イエーイイエイイエイ。本日はゆっくりしていって、ね、今日はいっぱいゆっくりしていきな。ゆっくりしていきな。はい、ちょっとお茶ありますかね。お茶。お茶はね、ないですね。あ、ないんですか。じゃあちょっと喉をね。僕が今飲んでるのさ、あの左右だ、はい、左右。あの、白い、しびれちゃう。お湯飲んでる。すごい。左右、え、もうそれは私が来るべきだったってことですね。左右って言うのあれや、モデルの、あの、モーニングルーティーン。いや、思った。あの、朝起きたらまず左右みたいな。いや、いいよ、でも左右。違う、左右の話じゃない。へ、え、ぇ、ー。違う、左右じゃなくて左右の話。左右じゃなくて左右、そう。はい、左右さん、はい。コンセプトの話からして、そうですね。いただきましょうかね。はい。はい。まあバンド、まあ、千日紅っていうバンドなんですけど、やっぱ3年生が6人のバンドで、同期バンドなんですよね。同期バンドで、同期バンドで、そのバンドのコンセプトはなんか、あの、花、千日紅って花なんですよ。それで、そうで、なんかバンドのコンセプトで愛についてとか何か聴いてて、ポッて心が温かくなるような曲を歌いたいねって、聴いてる方がそんななる曲歌いたいねって言ってて、その時にこうバンド名どうしようってなって、なんか変わらない愛っていう、なんか素晴らしい花言葉をお持ちの花が千日紅だったので、お持ちのお花が千日紅だったんで、千日紅っていうバンド名になりました。なるほど。素敵ですね。もう素敵です。ですね、もう実際に千日紅を見に行ったことはありますか？あ、見たことないです。なんか、猿すべりと名前似てるんですよね。はい。猿すべりと千日紅ってすごい感じ似てて。あ、確かに確かに。そう、猿すべりなら見たことあるんですけど。ああ。でも千日紅と出会ったことはないです。なるほど。惜しい。惜しい。もう一声見たいですね、それは。はい。一度見てみたいですね。どこにあるんだろう。それはわかりません。私もわかんない。まあまあ、わからない感じで。まあ、それを探し求めてください。はい、ちょっとね、終わるまでに、あの4年生に、うん、確かに、それが千日紅にとっての永遠の課題ですね。あ、うまい。うまい。4年生の最後にはこんなラジオパーソナリティ嫌じゃない。課題突きつけてくる。面白い。次の話行こうか。はい。じゃあ同期バンドっていうことで、バンドの思い出なんかあれば話していただきたいかな。ああ、思い出ですか。なんかやっぱ同期で結構もう2年間ぐらいやってるので、まあ、いっぱいあるんですけど、やっぱ一番私の中で覚えてるのは、あのまだピチピチのキャピキャピの可愛い1年生だった頃に、なんかお台場のそのゴーマルフェスっていうアカペラのストリートライブに出たんですけど、はいはい、その時本当にもうみんな緊張しちゃって、すごいあんまり思うように歌えなかったっていう、ちょっと初々しい可愛い思い出があります。可愛い。初々しい。可愛いよね。可愛いですよね、本当に。なんか、あんな若い頃もあったなって思います。そういうのも長く続く同期バンドの醍醐味といったところですか
ね。あ、そうですね。これも醍醐味です。うん、なんかちょっとすごい物思いにふける感じに。元気にいきたいね。確かに、やっぱテンション上げていきましょう。嬉しい。まあそんなことは置いといて、今回は千日紅は何を歌ってくれるんですか？はい、今回はあの緑黄色社会っていうバンドの思い人という曲を歌います。おお、はい、何か推しポイントなどあれば。あ、推しポイント、あの推しポイントはやっぱすごい愛について歌った曲で、愛し愛されってすごいたくさん愛が出てきて、すごい素敵な曲ってところが推しポイントです。さよさんポイント1です。さよ4ポイント。さよ4ポイントいいですね。さよ4ポイント。さよ4じゃない、さよ4じゃない、さよ4だ。さよ4。いや、いいですよ、さよ4で。さよ4でいきます。これからさよ4ポイント1はそれです。1があるということは2もあるんですか？4ポイント。あ、2はですね、やっぱこう全体的にすごいなんかちょっとダイナミクスもあるかっこいい部分もある曲なので、そこも注目していただければ嬉しいです。さよ4ポイント2です。なるほど。さよ4ポイントが2つあったということは、やっぱ3つ目もあったりするんですか？3つ目はですね、やっぱなんて言うんですかね、すごいバラード調っていうすごいゆっくりした曲なんで、こう落ち着いた心で、私たちみたいにね、落ち着いた心でこう聴くことができるっていうところがさよ3ポイント3です。あ、さよ3じゃない、さよ4ポイント3です。さよ4ということで4つ目はあるんですか？マジ？4つ目はやっぱこうや愛し愛されって言ってるので、バンドがね、こう千日紅っていうバンド、さっきもお話ししたんですけど、こう変わらない愛というね、花言葉がバンド名になってることもあるので、やっぱ愛を歌ってるところはさよ4ポイント4ですね。たくさん聞けました。なるほど。それじゃあそんなさよ4ポイントに皆さんもご注目いただけたらと思います。はい、それでは紹介していただきましょう。はい、それでは皆さん、さよ4ポイントに注目しながら聞いてください。緑黄色社会で思い人です。あ、バンドは千日紅です。お願いします。ポチッ。決めたからこそ見える景色。
が握りしめた覚悟さえ解かれどきりとして投げ出したいくらい、いいさあなたが一番大事でも、大事でも一番なんて一番なんていくつあってもいい、あなたが守ると決めたその誰かを浮かべれば、見つめている言葉にで
千日紅、草原アンニョン、それから小指の3バンドの演奏をお聴きいただきました。最高ですね、はい、なんかいやあれですね、今日一日の9バンドはどれも個性があって聴き応えがある感じでしたね。素敵な3バンドで最後のクールを締めていただきましたね。うん、最高でした。うん、本当にシナプスをすごい感じる一日になりました。そうですね、シナプス感じる
やっぱりもうキューバンドの演奏を聴いて、もう本当にシナプスを大事にしようって痛感しました。シナプスを大事にしよう、うん、やっぱりシナプスのためにも健康に気をつけて生活していかなきゃなって、なんかね、健康に気をつける、うん、その、まあ、リスナーの、聞いてくれてるリスナーの皆さんにもそのシナプスがちゃんと届いたんじゃないかなっていう、思いますね。あとやっぱり最近冬なんで、まあ、シナプスを食べたいなって時にもこのキューバンドを聞いたことによってやっぱ行動に移しやすくなったりももうしてくれたんじゃないかなって思いますね、うん、まさにそうですね、うん、シナプスって何か分かってる2人とも。それはもちろん、それはうん、あそっか。まあ言葉に無理にね、そんな出さなくてもね。シナプスっていうのは、はい、脳の伝達物質 で音楽を通して人とつながって、で自分もつながりの結び目になるっていう意味がこのインターライブのタイトルシナプスには込められているんですよ。あ、私と同じでした、考え方が。うん、全然違う。本当に私も、うん、そうですねっていう、うん、本当に改めて教えてくれてありがとうって感じですね。本当に改めて素晴らしい名前だなって、うん、思いましたね。そっか、思いましたね。うん、まあじゃないか。そんなこんなでリスナーの皆さん、お楽しみいただけたでしょうか。次回以降の放送はラジオシナプステーションが1月15日金曜日の6時から放送されます。そして1月16日土曜日に動画制作の発表があります。部員全員で行う全体曲の発表もこの日に行われます。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。